さすがだね、宵宮。花火をこんな遠いところまで運んでくるなんて。この前、祭りのために花火を用意するってイットと約束したさかい。約束破ったらあかんやろ。よっ、どうも、宵宮。おお、旅人バイモンちゃん、あんたらも来てたんやな。これはちゃんと荒滝派に礼を言っておかないとね。このお祭りの開催がなければ、一体いつ君との再会を果たせていたか。ちゃんと今の聞いとった？なんで長い付き合いの友達に会いに来てくれへんのって。トーマはあんたらに文句言うたんやで。その通りだ。旅はもちろん大事だけど、疲れたら戻って休むことも忘れるなよ。俺たちが温かく迎えてやるからさ。気使わんでえって。そや、おもろいこと教えとるわ。イットから聞いてんけどな、今回の音楽祭は戦場で動物たちを助け取ったワンちゃんがテーマやねんて。めっちゃすごない？情報通のトーマ先生はこれ知っとった？おっと、これはさすがに難題だな。俺は重要見物と交友関係を結べていなかったらしい。だけど、もしその噂が本当だとしたら、きっと渡辺島と関係があるだろうね。だってどれほどすごいやつだろうが、何の痕跡も残さず戦場に現れたり消えたりするなんて、後を消してくれる誰かがいないと無理なんじゃないかな。そして俺の知ってる限り、幕府軍の方にそんなものはいなかったはずだ。つまりあれは戦場で動物たちを助けるために三五宮軍が飼ってた犬ってことか？ちょっとおかしない？戦やーって時にわざわざ犬飼うてまで動物助けるなんて、三五宮軍にそんな余裕あったんかな。じゃあ三五宮軍じゃなくて幕府軍の方が勝ってたんだな。まあ、だからあれはドボルザークさんがでっち上げた物語だって線が濃厚だと思うな。きっと何かを伝えたかったんだよ。あの人ってロックアーティストなんだろ？ロックで俺たちにはわからない何かを表現しようとしてるんじゃないかな。花火を見るときと一緒で、言葉にするんちごて、ただ感じるだけでってこと？うん、おいらなんかまたちょっと分かった気がするぞ。やっぱり宵宮も芸術家なんだな。花火芸術家だ。そしたら今日の夜はうちっていう芸術家のショーを見逃さんといてや。まさかこんなにいっぱい友達が来てるとは思わなかったぞ。オイラもちゃんと練習しておかないとダメみたいだな。でないときっと夜に恥をかく羽目になる。トーマも芸術についてはトーマなりの見解を持ってるみたいやな。芸術か。セーター編みも芸術にカウントされるかい？そらそうや、セーター編み芸術家やな。だけどあんまりロックな感じはしないね。今日みたいな日には全然役に立てそうにないよ。そしたらロックって字が入ったセーターを編んでみんなに着てもらうんはどうやろ。へえ、それはいい案だな。今度試してみるよ。